同じものにしてはいけないと思いますけど、僕としてはこうやっぱり同じ国に日本も負けない思いが強いので、まあ、全ての時間を勝つ勝利のために時間を費やして必ずリベンジしたいと思います。いやもう自分たちが突破するために全力を尽くしたいと思うし、まあ、泣いても笑っても、まあ、スペイン戦で次があるか次がないかっていうのは決まってしまうので、まあ、全力で挑みたいなと思います。